クリスティーン・バランスキーは、アメリカ合衆国ニューヨーク州バッファロー出身の女優。エミー賞受賞式にて、父親はポーランド語新聞の編集者。祖父母はポーランドで俳優として活躍した。ジュリアード音楽院で学び、ブロードウェイで活躍、1984年と1989年にトニー賞を受賞している。また、CBS のシットコム、シビルなどのテレビ番組や、 バードケージ、シカゴ、マンマミーア、といった映画にも出演。エミー賞やゴールデングローブ賞へのノミネート経験を多数持つ。1983年10月に俳優のマシュー・カウルズと結婚、二人の娘がいる。2014年5月、鬱血精神不全のためカウルズが死去し、30年間の夫婦生活に終止符が打たれた。クリスティーン・バロンスキー。 ファミリーコンパニオンズヤフーナ,ナムービーズ。2007年3月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年10月25日閲覧。クリスティーン・バロンスキー・バイオグラフィー・ハット・ウェスタン・ニューヨーク・パブリック・ブロード・キャスティング・アソシエーション。2009年1月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年10月25日閲覧。シアター。 being Irish and being married. ニューヨークタイムズハットホーバロンスキーエー t ーストメテオポチュニティインスイーニー・トットアクトレスシンクス・ハーティースイントゥー Singing Role、2012年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年10月25日閲覧ありがとうございます